オリンピックをきっかけに進められている神宮外苑地区の再開発は神宮球場と秩父の宮ラグビー場の場所を入れ替えて再整備することになりました今年11月の完成に向けて着々と工事が進む新国立競技場その隣に位置する神宮球場と秩父の宮ラグビー場の場所が入れ替わることになります関係者によりますと、 今日までに明治神宮、日本スポーツ振興センターなど4社が再開発の基本協定を結びました。オリンピック・パラリンピックが終わった再来年から工事に着手するということです。再開発計画は野球場、ラグビー場とも解体期間の空白を減らし、プロ野球などの日程にできる限り影響を与えないように考慮するということです。 オリンピックをきっかけに神宮外苑地区がガラッと変わりますよね。はい、この後どのような流れで再開発されるのか詳しく見ていきます。はい、こちらで見ていきます。再開発では今の神宮球場と神宮第二球場がある場所に新しい秩父の宮ラグビー場を建設し逆に今秩父の宮ラグビー場がある場所に新しい神宮球場を建設するというまさに場所を入れ替える計画になっています。 今後のスケジュールとしましてはまず再来年の2021年に神宮第二球場を解体しその翌年以降に新しい秩父宮ラグビー場を建設します次に今の秩父宮ラグビー場を2024年以降に解体しその跡地に新たな野球場を建設しますそして最後に、 今の神宮球場を取り壊した後にここにラグビー場の観客席を増設するという予定です新しい秩父の宮ラグビー場と新しい神宮球場は2030年の秋ごろに完成予定で周辺には商業施設や宿泊施設も建設される予定となっています 七分の宮ラグビー場はこれまで70年以上そして神宮球場は大正15年からですから95年近く親しまれてきたわけですよね。新しいスタジアムになってもその思い出がよみがえるような施設になってほしいですよね。